皆さんこんにちは。ソフトバンクの牧原大成内野手が27日国内フリーエージェント兼の資格取得条件を満たしました。牧原大成選手は球団を通じて育成選手として福岡ソフトバンクホークスに入団し、ここまで来れたことは本当に嬉しく思います。国内 FA 権が取得できるとは当時の自分からは想像もしていませんでした。日々がむしゃらに過ごす中で様々な経験をさせていただき、家族をはじめこれまで携わってくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいです。ホークスの優勝のため変わらず努力してまいります。至らない点も多々ありますが、今後とも牧原大成をどうぞよろしくお願いいたしますとコメントしました。しかし牧原大成選手は FA 権を使って移籍するのではないかと言われています。そこで今回は牧原大成選手の移籍の噂についてまとめてみましたので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは牧原大成選手についてお伝えします。名前牧原大成、生年月日1992年10月15日、年齢31歳、身長172センチ、体重73キロ、出身地福岡県、投打右投げ左打ち。牧原大成選手は福岡県浮羽郡田主丸町で生まれました。久留米市立田主丸中学校時代は久留米ボーイズに所属し主将を務め、3年時にホークスカップでチーム準優勝に導き優秀選手に選ばれました。熊本県の私立城北高等学校時代は1年夏に同校が甲子園に出場しましたが、メンバーから漏れ1年時の秋からベンチ入りしました。2年時の春からは三塁手、秋からは二塁手に定着し、秋季大会では打率4割2分9厘を残すなど熊本大会準優勝に貢献しました。3年時の夏、熊本県予選では先頭打者として活躍するも、準々決勝で東海大学附属第二高等学校の前にノーヒットに抑えられ敗退しました。2010年10月28日プロ野球ドラフト会議にて福岡ソフトバンクホークスから育成5位指名を受け入団しました。ちなみにこの年のドラフトは2位に柳田悠岐選手、育成4位には千賀滉大選手、育成6位には甲斐拓也選手と牧原大成選手含め後の主力選手を多く輩出した大正義ドラフトとなっています。牧原大成選手は入団後2年目から支配下登録を勝ち取り、セカンドを中心に捕手を除く内野全てを守るユーティリティぶりを見せました。また5年目からは外野守備にも挑戦し、起用の幅を広げたこともあり初の開幕1軍入りを勝ち取りました。その後も活躍を続け、ホークスに欠かせない選手になりました。 50m 走のタイムが5秒8と俊足を武器としており、2012年2013年はウエスタンリーグの三塁打1位を記録しました。2018年シーズンは1軍で4本の三塁打を記録し、三塁到達タイムは 10.66 秒とこの年のパリーグ唯一の 10.6 秒台を記録しました。二塁手を中心に内野全ポジションから外野手までこなすユーティリティプレイヤーであり、高い身体能力を生かした鮮やかなプレーを見せてくれます。また打撃もやや早打ちで四球は少ないながら、鋭いスイングで振り抜いて力負けせず、転がれば足の速さを生かし内野安打を狙い、飛べば三塁打を打つことができます。その他にも牧原大成選手がエース級の投手や勝負どころに強いことから、ソフトバンク監督の藤本博史監督にジョーカーと命名されています。2023年はシーズン開幕前の3月1日に辞退した鈴木誠也選手の代替選手として、2023ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出されるほどの選手に、代走や外野の守備固めとして全7試合中6試合に出場しました。また打席に立つ機会は限られていたものの、チェコ戦では途中出場で敵地打を記録、ユーティリティ性を生かしてチームを支えた縁の下の力持ちは、決勝戦でも区外からセンターの守備固めで出場、歓喜の瞬間をグラウンドで味わいました。こうしてホークスのユーティリティプレイヤーとして活躍している牧原大成選手、27日に FA 権を手に入れたことで FA 宣言すれば争奪戦になることは間違いありません。去年の契約更改で3年契約の年俸1億円を結び、会見では最初は悩みましたけど、年齢も年齢ですし一生福岡で野球をしたいという思いが強かったので、球団から話をいただいて
福岡で終わろうと思って契約させていただきましたと地元愛語っていました。しかし FA する可能性がないとは言い切れません。元千葉ロッテマリーンズの里崎智也さんは、選手が FA 権を行使する理由として4つに類型化しています。1つが夢追い型、さらに細かく分類すると以下の3つのケースが挙げられます。このうちの複数にわたり該当するケースも存在します。1つ目のケースが優勝したい型、優勝できるチームでプレーしたい場合に該当。2つ目のケースが憧れのチームでプレーしたい型、子供の時からずっと憧れていたチームでプレーしたい場合に該当。3つ目のケースが故郷のチームでプレーしたい型、残された現役生活を故郷に近いチームでプレーしたい場合に該当。2つ目の方は出場機会優先型、より出場機会の多いチームでプレーしたい、出場機会が減少傾向で、あるいは起用法に不満を持つ選手が宣言する場合に該当。3つ目の方は金銭追求型、より高額の年俸、より長期の契約年数を最優先とする場合に該当。4つ目の方はチーム愛最優先型、所属チームを生涯のチームとする、つまりチームを去るときイコール引退するときと考える場合、宣言残留型とも呼ばれます。また後に里崎さんが自身の YouTube チャンネルにて以下の類型を追加しています。このチームが嫌だ型、こちらは出場機会的には問題ないものの、フロントや首脳陣と良好な関係を築けなかった場合に該当します。里崎さん曰く、 FA 権は諸刃の剣であると言います。理由として、移籍先で評価を得られなかった FA 選手は引退後、球界から永久に声がかからない可能性だってある、と述べています。また、上記の類型に必ずしも該当しない事例も存在します。家庭の事情、家族親族の関係で、それを保つのが容易な環境での選手生活を送ることを望む場合に該当します。古巣に帰りたい、トレードなどで、他球団への移籍を余儀なくされたが、元の球団に強い愛着があったため、FA 権取得を機に FA 移籍の形で、元の所属球団に復帰するケースもあります。牧原大成選手が移籍する際、該当しそうなのは、金銭追求型、出場機会優先型ではないかと思われます。牧原大成選手は、福岡の出身ですし、ホークスは優勝が狙えるチームですので、夢追い型はないように思えます。そうなると、金銭を求めることで、FA する可能性はあります。年俸は1億円とかなり高額ですが、これ以上出す球団があれば移籍するのではないでしょうか。また牧原大成選手と似たような選手でホークスから FA 移籍した選手がいます。ポテンシャルがありながら不動のレギュラーたり得なかった人として福田周平が挙げられます。守備固め、代走、代打、まさに縁の下の力持ちでした。パンチ力もあり、満塁ホームランやさよならホームランを打ったりもしました。そんな福田はレギュラーの座や出場機会を欲して FA 宣言、ロッテに移籍しました。現に冗談とはいえ、日本ハムの新庄剛志監督が FA いつと言っていたとか、ホークスは三森大輝選手や今宮健太選手、柳町達選手、周東右京選手など競合相手が多く、出場機会が確約されているわけではありません。しかし日本ハムであればセカンドの絶対的レギュラーはおらず、牧原大成選手であればスタメンになれることは間違いありません。新庄剛志監督のラブコールが続けば、もしかしたら出場機会を求めて移籍する可能性はあります。牧原大成選手は今年 FA 宣言するのか注目が集まります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。